リンリン、ハロー、パラレル、リンリンパラレルのリントです。はい、今日は2022年6月13日月曜日ですね。はい、のリント日記でございます。今日は、ハロくんと、ギョロメちゃん、を映していきます。はい、今ね、お部屋の掃除とかして、軽くね、餌を入れたり、ミルクを入れたり、お水をっていう感じですね。ペットシーツは、まだ全然汚れてなかったので、うんち、すごいいっぱい落ちてるわけじゃないんで、一旦このままになってます。もうちょっとあまりにも汚れたら、ペットシーツは変えます。はい。いやー、ギョロちゃんがね、出てこないけど中でこうやって見えるところで食べるようになりましたね。かわいい。そしてハロくんが下で食べる。あんたおハゲちゃんがすごいんだよね。お胸どうなった？ちょっとお胸見して。お胸もおハゲちゃんできちゃった？ちょっとお胸見せて。お胸のおハゲちゃん結構すごいね。お胸のおハゲちゃん、ほら、嫌だね、ごめんね。そう、うららとね、今春がね、預けてる状態なので、だいたいハロくんと遊んでます。こうやってハロくん嫌がんないもんね。噛まないもんな、そしてあんたね。ただお胸のおハゲちゃんちょっとよく見たかったんだけど。君は安定しの安定の自己ちゃんだよね、やっぱね。噛みついちゃこない。はい、落ち着いてください。この子はまあ自己自己言うのは仕方ないね。もうそういう子だと思っております。これはね、多分そういう性格の子なんだろうね。落ち着いてください。まずジコジコ言ったことないもんね。君がジコジコ言うの爪切りの時だけだもんね。ほんと爪切りだけ嫌いよね、あなたね。でもあんた爪切らないとさ、あんたは力が強いのよ、掴む力とか。あ、いいよ、ミルク飲んでって。ただ私はあなたを撫でたいだけなので、ミルク飲んでなさい。ほれ、ミルク飲みな。ミルクもいいの？あとミルク大好きなんじゃないの？あら、顔出して。かわいいわね、ギョロメちゃん。
あんたってやっぱ体格いいね。でも太ってはいないね。なんか筋肉って感じだね。彼はねマシュマロを出すとめっちゃ寄ってくるけど、マシュマロないとあたに用ないっすよみたいな感じでね、我関節って感じなんだよね、いつも。かわいいね君ね。戻るんだ。仲良しですねあなたたち本当に。そう、ハルくんがこうやって来ることに関してはね、ギョロちゃん怒んないんですよ。でも人間はやっぱりダメみたいで、いやすごいすごい体勢ね、足すごいビヨーンって出てっけど、いやでも仲良しだね。うん、まあね、あの発情期とかを迎えてね、あのギョロちゃんの方がね、うん、でそれに対してハロくんが答えてる状態はなんとか見るんですけれども、交尾してる瞬間とかはあんまり目撃してなくて、うん、この子たち子供は産まないのかななんてちょっと思ったりしてます。まあ子供はね、あの恵まれ者というか、こう授かり者というか、あのそういう感じのものなのでね、あの焦る必要性っていうのはあんまりないんですけれども、なんだろう、やっぱりこの子たちのね、特にギョロちゃんのね子供は見てみたいなと。そう、うちに一番最初に来た子だからね、ギョロちゃんは。もうそろそろ1年、あの去年のね、あのレプタイルズショー、北海道のね、あの札幌ファクトリーのところで行ってるね、でお迎えした子なので、もうそろそろ1年になるんですけれども、うん、1年になるけどやっぱりジコ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 って泣いちゃう子なんで、まあしゃあないね、そういう子なんだなと思いながら見ております。うん、まあでも最初来た時よりは慣れたかな。最初来た時頭撫でるなんてできなかったし、手でこうねちょっと持ってあげるなんていうのもできなかったし、今ね片手にカメラ持ってるからあれだけど、両手使える状態だったら全然ポーチ出して、あの中に手突っ込んで手の上にとか、あの外に出したりっていうのが全然できるんだけど、あの昔はできなかったね。ポーチの中に入れたら絶対噛まれたし、頭撫でようとしても噛まれたし、そう、最初来た瞬間はねちょっとなんだろう、右も左もあの子が分かってないから撫でることできたんですけど、なんか右も左も分かり始めて、この人間あんま好きじゃねえなみたいになってからはね、こうジコ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 ってなる子だったので、うん、だからそういうところを考えるとね、なんだろう、そういう風にジコジコ泣くようになってからも、あの徐々に徐々に仲良くなっていけてるので、私的には満足でございますね。この調子で仲良く少しずつなって、いつかはあの子たちのね子供が見てみたいところでございます。よいしょ。やっぱり可愛いな。そう、あと私がねうららちゃんをすごい可愛がってしまってたのもあって、ちょっとうららロスというね、死んでないですよ、うららちゃん死んでないんであれですけれども、うららロスな状態なんでね、そう、うららが一番私にこうすり寄って甘えてくれて一緒に遊んでくれた子なんでね、そう、亡くなっちゃったね、あのパッチちゃんっていう子もいるんだけど、まあ、パッチちゃんとあの似てる部分もあって、あの特に可愛らしいですね。感慨深い。まあね、ひとまず、春とうららに関しては、少しずつ回復しているようなので、この調子で回復していってくれたらいいなと思っております。で、そうですね、パッチちゃんはいつしか生まれてくれたらいいなと、パッチ2世としてね、もうめっちゃ見とるやんけこっちを。どうしたの、お、出てきた。かわいいなあなたやっぱりな。まあね、うららちゃんたちは元気になってきたら、また、動画に出てくると思います。なかなかね、隔離も一応しなきゃならないっていうのと、今、預けてる状況でもあるので、まだまだあれですけれども、帰ってきたら、
全力でね、またいつもの通り可愛がっていくと思うので、帰ってきた時にはまたよろしくお願いします。ということで本日2022年、6月13日のね、リント日記でございました。ということで以上リントでした。バイバイ。最後までご視聴ありがとうございます。チャンネル登録はこちらから、 Twitter のフォローは概要欄から、その他のおすすめ動画はこちらからよろしくお願いいたします。ということで以上リントでした。バイバーイ。